引っ掛けたショートへのゴロ、あーっと手球一塁へ投げた、これはセーフです。一塁もセーフ。エラーで1点が入りました。1回の表のマリーンズ、ショートの金子誠、5球目レフトスタンドへ持っていきました。まっすぐ伸びていってライナーのホームラン、今江の同点ホームランです。今江第9号のソロホームラン、待ってましたという感じのバッティングです。カーブですね、今のね、うまくすくい上げましたけども、はい、もう藤井投手からすると、どうにもならんなっていうね、はい、感覚ですよね。自ら首を振って、はい、投げたボールをホームランです、はい、右方向です。しっかり打った打球、もうライトは見上げています。ホームラン、竹原のツーランホームラン、竹原今シーズンの第3号のツーランで、今度は千葉ロッテマリーンズがまたリード。これで3連打になりました。この回今江のホームラン、サブローのヒット、竹原のツーランホームラン、3連打、4対2。吉井コーチがたまらずマウンドへ。1連戦ということですから、このでも今日は武田目いっぱいの投球してもらって、この後の3日をせいぜいいい休みにしてもらいたいところですが、平打ちの打球がレフトポール際入った、ホームラン。平打ち今シーズンの初ホームラン、代打ホームランです。レフトのポール際に持っていきました。貴重な追加点で5対3、マリーンズ2点のリード。打った本人もびっくりですよね、これね。投げた武田選手もキャッチャーの、ね、中島選手もね、びっくりしたホームランだと思うんですけども、はい、レフトへ今江、今日2本目。先ほどエラーでロッテが1点、この今井をきっかけの今井のエラーをきっかけに1点取られた。今度は今井がバット一振りホームランで取り返しました。これはダメ押しになってしまうのか。6対3。今井は今日は猛打賞、昨日の居残りでボールをよく見るという、そうですね、その本当にバットも、